さかねフラワーチャンネル始まります。皆さんお元気ですか？お疲れ様です。今日は週末です。秋です。秋といえばコスモスがよく似合いますね。私たちの、国立万能公園にも3万何千本というコスモスが一面に咲き誇ります。今日は造花ですが、以前に私の、フラワーチャンネルを立ち上げまして約2年が過ぎましたが、一番の人気、コスモスのリースを今日再現しようと思っております。そしてちょっとでもよかったらグッドボタンと、そして皆さん耳にタコぐらいに聞いておりますが、1420名ただいまのところ今年中にですね、2000人になればいいかな、ピース、2000人目指して頑張っております。どうかチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではコスモスのリースを作りましょう。スタート。この、リースもね、18センチぐらいの小ぶりなリースもダイソーで購入いたしました。ワイルドベリー、最近まゆみ先生とっても気に入っております。これもダイソーで購入しております。今から早送りいたします。以前の投稿ではリアルっぽいブドウを使用いたしましたが、今回はワイルドベリーをブドウに見立てております。このワイルドベリーの、なんかこう座り心地というんでしょうか、接着面がねちょっと安定が悪いので裏側は切っております。そしてたっぷりとグルーガンをつけまして、リースに貼り付けております。2年前のコスモスのリースはベースもちょっと凝っております。概要欄に貼り付けておりますので、それも見てくださいね。リボンとかベースがちょっと凝っております。それで時々ね、あ、コスモスがね売り切れてるんですよっていうような感じでしたが、見つけた時にはさっさと購入いたしましょう。今日はコスモス4本使いました。ワイルドベリーが1本ですね、それからリースが1個ですので600円、約1000円以内でとってもおしゃれなリースが出来上がります。ぶどうでね、実りの秋を表現したかったので、ちょっと2房ほどつけております。ちょっとね、フェイクの茎は硬い時もありますから、ペンチもねご用意された方がいいですね。ハサミがね壊れちゃいますね。ワイルドベリーの葉っぱをブドウの葉っぱに見立てて、そこのところにしっかりと葉っぱを貼り付けております。以前のブドウの色よりもちょっとね濃いベリーですから、紫が濃いですね。ですからコスモスの色をねピンク、ちょっとそこのベリーブドウに近づけるときは薄いピンクを当てた方が色合いとしてはいいと思います。以前のコスモスのリースにはホワイト、白のコスモスが入っておりました。購入に行った時は白の、コスモスがなかったので、茶色とか紫とかちょっとこういうシックなコスモスばっかりを購入してまいりました。ちょっと生地がねベルベットのようなね、とってもね100円に見えないと言いますか、高級感があるんですよ。3本がシックコスモス、シックなコスモスっていうことですね。でもう一つ1本がオータムクラシック
オータムクラシックコスモスと名前がありましたね。この今持ってる分がクラシックな、ベルベットのような生地で、ちょっと小ぶりなんですよ。で、1本のうちに3、4本ついてまして、大中小とかいろいろサイズも違えてありますから、用途によって、ブドウのところは小さなコスモス、それからトップといいましょうか、中心のところは大きなコスモスを使用しております。コスモスの葉っぱも全部使用いたしました。グルガンね、私直接手で触っておりますが、皆さんは竹串とか目打ちとかね、そういったもので触ってください。やけどいたしますからね。矢印のところはトップのところですね。もう少しボリュームを出した方がいいんじゃないかということですね。もう周りに、リスの周りにつけるグルーガンで貼っていくだけですから、簡単ですね。そして購入した時にね、花びらがバラバラになってちょっと歪んだりしてるのは、くるくると回りますから、ちょっとねご自分で修正されて使われるといいですね。そのまま使うと、ね、安っぽいですから、搬送の時にね、くにゃっと曲がったりずれたりといろいろありますから、お店に並ぶまでにね、造花でもダメージがありますから、そこのところを見て少し直してくださいね。サイドもしっかりとつけておりますね。これね、コスモスの葉が残ったんですけどね、残しても仕方がないので、全部つけちゃいました。いい感じですね。すごい早送りで作っております。でも時々ね、生徒様もね、早送りするんですけれども、早送りしてもあんまり早くないんですね。私は普段から早いですね。 その上早送りしているものですから、分からなくなりますね。今ちょっとだけ出来上がったので写真を撮りましたね。4本使い切りました。最初ね、3本かなと思ったんですけど、先ほど写真が出ましたね。鏡の写真ですね。これは視聴者様、純子さんと方が LINE で送ってくださいました。コスモスの花を使って手鏡を装飾してくださいましたね。もう一度出てきますので、皆さん見てあげてくださいね。いいアイデアだと思いますね。コスモスも平たいお花に。